2回7失点のダルビッシュさん、ヤンキースはサイン盗みしてた。ヤンキースならではの研究、手強さを感じたか。研究というのはわからないですけど、野球が違うんだなというのはちょっと感じましたね。やっぱここの地区、タンパ、ボストンとか細かいことやったりとか、例えばサインとかサイン盗みとかそういうののレベルがすごく高いので、やっぱり今日はそういうところがすごく勉強になりましたね。まあでもあのダルが2回7失点とかさすがにおかしいもんな。チラッチ騒動もあったし、やっぱ投手自身が感じるならガチやろ。マジで言ってて草。阪神じゃないんだからやめえや。ヤンキースはメジャーのヤクルトなんかよ。ジャッジ、嘘だよな。癖とかを言いたかったんかな。案の定この発言でヤンカスぶち切れの模様。ジャッジがホームラン量産できる理由って、頭村上かよ。ダル、あかんすよ。アストロズにやられた経験あるから、わかるから。いやサイン盗み関係なく2回7失点はあれやろ。そういやジャッジもイチャモンつけられてたよな。そこからホームラン量産してるけど W。2回7失点とかバウアーじゃん。ご視聴ありがとうございました。